はいはい、お疲れさんでございます。ご連さんです。ですね、ナビですね、ナビ。私、今ですね、ツーリングサポーターっていうのを使ってまして、これ、有償ソフトなんですけど、で、これの、ちょっと変わってる使い方をしておりましてですね、ナビの画面見ないんですよ。音声案内だけでツーリングをするっていうのを使っておりまして、ちょっと一般的ではないのかなという気もするんですが、でですね、ほんとですね、この MOTO という、パイオニアからですね、パイオニアさんですね、バイク専用ナビっちゅうのが出まして、ん?と。こ っちはどうなんだろうっていうふうに思っております。余談ですが、パイオニアの車用のナビ、地図の更新が3年無料とかいうのがあって、で、そのね、無料とは言ってもね、ダウンロードして、なんか SD カードかなんかに入れて、それをまたナビに入れて更新してて、運ゲー時間かかるっていうね、地獄のような苦しみ。いやー、昔は大変だった。というのを置いといてですね、最近はもうスマホで常に最新の地図が見えるんで楽ちんですね。ということで、ここにですね、音声情報でもっと楽しく安全にっていうのがあって、これ、音声に特化してんのかなとかいうのはちょっと気になっております。まだ使ってないんでわかんないんですけど、で、これがですね、ライダーのためのナビゲーションっていうことで、結構細やかなナビゲーションしてくれるっぽいですね。3つ先の信号左です、2つ先の信号左ですとかいう。ツーリングサポーターは2キロ先、1キロ先、500メートル先、300メートル先とか200メートル先とかで、最後に交差点に近寄ると、この交差点を右だよとか、そういうのを教えてくれる感じで、信号単位ではないんですね。それでも、田舎道というか、あまり信号のないところを走っていれば十分なんですけど、たまに都内とかを走ると、300メートル先と言われても、信号がですね、すごいいっぱいあって、どれだよっていうふうになることはあるので、これを、都内走るときは便利なのかなっていう気もしますね。はい。でもね、これ逆に、うぜえ。うぜえこともあるんですよ。今のツーリングサポーターでも、私 YouTube 撮るんで、YouTube で喋ってる時になんか喋りかけられると、もううぜえ以外の何もでもなくて。だからね、あんまり喋られるのもどうなのかなっていうのもあるんですけどね。リスクや不安を軽減する天気取り締まり渋滞急カーブ。これもね、うぜえ。ツーリングサポーターでも、渋滞取り締まりはありますね。天気もあるし、急カーブ私は止めてる、うぜえから止めてるけど、あります。事故多発してもうぜえから止めてますね。未舗装路はツーリングサポーターなかったかな。渋滞もあったから、この止めてるような気がするな、うぜえから。何から全部、うぜえから止めるならそんな機能いらねえじゃんっていう。ツーリングをより楽しく。これがね、ツーリングサポーターにない機能なんですよ。おすすめスポットが近くにあります。これもうぜえ可能性があるんですけど。マップル、ツーリングマップルのデータをもとに、近くにあるスポットを教えてくれるらしいんですね。で、私って結構今まで走ることが目的で、走る走る、ただ走るっていう。せいぜい道の駅に行くぐらいに寄るぐらいで、それ以外はただひたすら走ってるっていう感じだったんですけど、こういうツーリングってしたことないなって思って、なんか美味しいお蕎麦屋さんがありますとかね。観光地がありますとかね。近くにね、そういうところがあるっていうのを教えてくれるのは、ちょっと今までと違ったことができるのかな。しかもね、ツーリングマップでしょ?だからね、結構データとしてはいいのを連携してますよね。はい。これはどうでもいいや。で、これはですね、ハンズフリー操作ですね。これもね、多分ね、まともに動かないと思います。はい。
で、最後に料金コースなんですけど、年間コース。年間コースが4000円なんですよね。私は、ツーリングサポーターが年間コースが、ですね、5700円ですね。5700円なので、もっとこう4000円なので、1700円ぐらい安いんですよね。だから、ナビ、私の使い方、音声ナビとしてちゃんと使えるのかっていうところをクリアしていれば、まあ、使う、使わないは選べると思うので、こういう、もしかしたらうぜえっていうだけの機能もあるかもしれないですけど、値段が安くて使えるんであれば、まあ、それに越したことはないかなということで、最初の1ヶ月間は、無料期間ということになっておりますので、まあ一回使ってみようかなとは思うんですけど、ナビ怖いんですよね。一本間違うとね、とんでもないとこ行かされちゃうんで。で、ツーリングサポーターも、たまにね、ご乱心遊ばしになるんですよ。そこ絶対左に行かなきゃいけないのに、右ですとかいうことがあって、まあ地図を表示してれば、あ、こいつ、なんか勘違いしてるなっていうのはわかるんですけど、私地図表示してないんで、音声だけなんで、音声の言うことは絶対なんですよ。で、ナビ様ゲームなので、その辺の精度、もうパイオニアっつったら結構ナビ長いから、精度も期待したいなというのもありますし、まあね、まあ今度一回知ってるコースで使ってみようかなっていうのはあります。まあしばらく雨なんでね、台風も来てるし、あれなんですけど、まあね、ちょっと気になるなというので、今度使ってみようかなというふうに思っております。以上になります。失礼します。